クソ、ふざけやがって。頼む、助けてくれ。おい、お前ら。お客だ。さあ、出番だ。加わるまで。やれ。ジル。分かってるわ。滞在人シド、いや、クライブ・ロズフィールド、ようやくお目にかかる。ずいぶん探したぜ。彼女を離せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな、貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりにお前からゆっくり話を聞くとしよう。あっ、氷女、ジタバタするのよ。お前は大事な宴の出し物なんだから。さあ、第二幕と行こうじゃないか。まずいことになっちまった。お前の出番だぞ、ガブ。おい、こっちだ。どの首を落とす。よし、やつを連れてこい。ふん。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。
お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガブ。クリスタルのカセットはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。ジロ、中庭だ。くそ。ジロを助ける。お前が捕まってる間にザンブレクヘどもは撤退。城内は風護の紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろジル、今行く。どうするつもりだクライブ。これじゃ迂闊に突っ込めねえぞ。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか、貴様。さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞトルガル。フーゴ、ずいぶん遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が国を滑る王もなく兵もなく民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。貴様はなぜ俺を狙う。目的は一体何だ。無論シドの首だ。だが知らせによれば奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりにシドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を
死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる僥倖だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴は姉妹だ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴックプカ、俺は許しはしない。死んでんだくない。
殺してやる、殺してやる、殺してやる。いや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 。やれやれ、頭を冷やしたらどうです。待て、またの機会に。ミュートッス、片付いたか。ええ、どうなってる。なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ。無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？ああ、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成、それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？